ロバート・ E ・ピアリーはアメリカ海軍のフリゲート。ノックス級フリゲートの番艦。艦名はロバート・ピアリーにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。収益時は護衛駆逐艦に分類された。ロバート・ E ・ピアリーはワシントン州シアトルのロッキードシップビルディングで1970年12月20日に寄港する。 1971年6月26日に、ジョセフィン・ピアリーによって、命名、浸水し、1972年8月11日に、海軍に引き渡され、1972年9月23日に、艦長、チャールズ・ビーズリー中佐の指揮下収益した。太平洋北部沿岸での2ヶ月に及ぶ、様々な試験と、大焼け身の後、 ロバート・イー・ピアリーは11月8日に母校のカリフォルニア州ロングビーチに向けて出港した。その後およそ1年間ロングビーチ海域に泊まり、1973年11月9日に西太平洋に展開、10日後にフィリピンのスービック湾に到着した。ロバート・イー・ピアリーは1992年8月7日に退役。 1995年11月11日に除籍され、台湾海軍に移管された。台湾海軍では、五日日の官名で収益したが、2015年5月1日に退役した。ありがとうございます。